セノブレディフィニティブエディション始まるで、みんな始まるで。ねえ見て、あれノポン族じゃない？寄ってんね。なんとかちゃんなんもノポン紹介の連中だな。こんな場所で何やってんだ？本かわせろ。何か事情があるんじゃないかしら。ねえ行ってみない？優しいね、うん、カルナ。そうしよう。この明かり不思議な光ですね。なんか心が温まるてか。ハイエンタの置き土産だな。奴ら今でこそ上層に引きこもってるが、その昔はこの辺りも支配していたらしい。なんで引きこもってんの？ちょうどいいさ、ここらで休憩としよう。不思議とこの明かりはモンスターを寄せつけない。そこらで休むよりは安全なはずだ。不思議ペコだね。綺麗。考えてるペコだ。気持ちいいね。フィオル、毎回思い出されるよ。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。やめてよ、何度も見させないでペコだよ。ここさ、僕はお前たちを許さない。はあ、うん、思い知れ、これがフィオルンが陛下が受けた痛みだ。解体会？解体会？未来。解体。え、フィオルンが陛下？早いもんだな。ディクソンさん。フィオルンが。あの雪山で俺がお前を見つけてから。陛下が受けた。え、フィオルンで陛下？14年か。感謝しています。陛下に毎日弁当作ってもらったの。あの時ディクソンさんが僕を助けてくれたからこそ今僕はここにいる。なんでシュルクだけ生きてたんだろう。お前の両親助けてやるんで。そんな、考えてみりゃお前とモナドの付き合いもそん時からだよな。確かに。案外もともとそいつはお前が使うように神様が定めてくれたもんかもしれんよな。そうなの？ほとんど覚えていないけど、僕にとっては父さんと母さんの残してくれた形見みたいなものだってそう思っていた時期もありました。だからこの件の秘密を解いて鬼神兵との戦いに少しでも役立てたいって。でも実際はガラクタの山を築いてただけなんですけどね。研究棟のあれか。ま、確かにな。そう思っていた時期は僕にもありました。でもやっぱりこの件は。何？お前が最後だぜ、シュルクよ。すみません、なんだか寝つけなくて。さあ、行こうか。最深部はこの先だったな。ああ、目指すは最深部、古代ハイエンター様の遺跡だ。ペコラたちもしかしてもう狙われてる？鼻息ペコーラじゃないペコだよ。え、なにここ、枯れ果てた血になっちゃったペコなんだけど。昨日あんなに綺麗だったペコなのに。ここから巨神の上層マクナ原生林へと行ける。監獄島のある頭頂部は原生林をさらに登った先だ。オッケー。治りよしいな。わしらはここで別れるとしよう。残してきた者たちのこと、そしてコロニーナインのこと、少々気がかりなんでな。バイバイな。そうですか、今までありがとうございました。せっかくここまで来たのに。コロニーシックスではひどいことを言ってしまったな。えってことよ。すまなかった。いえ、わしはお前に命を救われた。そのことを決して忘れん。モナドの後継者よ。長生きしろよじっちゃん。カルナ衛生兵、
お前はどうする？あ、確かに、カイクヤクいてほしい。スルクたちと行きます。本当？鬼神兵を許すことはできないし、それにガドを探したい。どこかで生きているような気がするんです。まだ諦めてないんけ、あんた。 それもいいだろう。もしかして生きてんの？僕もオダマさんと一緒に行くよ。ジュジュ、本当にそれでいいのね？うん。シュルクさんたちの鬼神兵との戦いぶりを見ててすごいと思った。マナ、僕なんかがいたら足手まといにしかならない。そんなことないけどさ。そうでもないって。なんなら道中鍛えてやってもいいんだぜ。僕決めたんです。うん？シュルクさんたちに比べたら僕のできることなんてたかが知れてるけど、うん、それでも精一杯自分のできることをやってみようって。ジジ、お前、戦うことは無理でもコロニーのみんなを守ることぐらいはできるんじゃないかって。いい目してるで今。頑張れよ。できるさ、君なら。はい。シュルク、ライン、わしの娘をよろしく頼むぞ。あ、娘さんペコなんだね。あれ、ダンダンさんは？ディクソンさん、一緒には行けないんですか？お、確かにディクソンさん。奴らの前線基地となっていたコロニー6が崩壊したとはいえ、危機が去ったわけじゃねえからな。いずれ近いうちにまた襲ってくるに違いねえ。コロニーナインの防備固めとかんとな。あ、なるほどな。やることあるペコだもん、ね、コロニーのことよろしくお願いします。ま、そのうち追っかけるからよ。それまでの間踏ん張れよ。そしてモナド。分かっています。コロニーのみんなのためにも必ず、うんうん、いい顔してるぜシュルク。まだ骨に見合った筋肉がついてねえ。もっと鍛えてこうな。だってよ、ナイン。シュルクを守れねえぜ。忠告ありがとうよディクソンさん。ダンバンさんの代わりになるなよ。鍛えたらダンバンさんと代わってやるペコだからな、ナイン。やれやれ、純朴な和光道を騙さなきゃならんとは心が痛んねえ。何か言ったか？愚痴だよ愚痴。騙されなきゃいけない。うん？どういうこと？ラッキー。あ、やべ、戦闘中できないんだった。仕方ない。ならば戦うしかないの。ザンの威力をちょっと見たいペコだな。ザンのいて、このままじゃ。おい、ダンバンさんどこ行ってんの？おい、あいつ一足先に逃げてやがるペコなんだけど。ふざけんな、あいつ。リフト動かないぞ。え？光ってんのに？本当だ。大昔に壊れてしまったのかな。仕方ない。回り道するしかなさそうだね。回り道ってまさかこの壁を登るの？無理ペコでしょ。
みたいだな。うへえ、マジかよ。何のためにあるんだよこいつは。文句言わない。さあ行こう。登れそうな壁を探さなきゃ。マジか、壁登るの。ダンバンさんは片手で大丈夫なわけよ。ダンバンさんはもうね、力みなぎっても。お前どうやって来たの。あ、やべ、不慮の事故。今のは誰も見てない、誰も見てないし、誰も。あれ、どこにいる。なんだわな。ライン、そろそろ行くか、シェル君。うん、でもその前に。どうした。モナドのことなんですけど、しばらくの間僕に貸してもらえませんか。いいでしょ。なぜ俺に聞く。この剣はもともとダンバンさんが使っていたものです。なるほどペコな。でも今の僕にはこの剣が必要なんです。だから。よせよシルク、俺なんかよりお前の方がはるかにうまくモナドを使えるじゃないか。いい人やな。それに今の俺にはこの刀が。その刀かっこいいペコだよね。結構ね、緑って。あの主戦度にたんと踏んだくられたんだ。元を取るまでは使い倒さなきゃな。ダンバーさん、どんぐらいのお金かかってるペコなんだろうね。お前はここまで戦い抜いてこられた。それこそお前がモナドに選ばれた証じゃないか。俺はそう思うぜ。自分に自信を持て。ダンバンさん、自分に自信を。ただ食われるだけの餌では終わらない。それが俺たちホムスの強さだ。その強さ思い知らせてやろうじゃないか。めっちゃかっこいい。はい、さあ行こう。カルナ惚れてるやろ今それ。そのまなざし。監獄島を目指して。監獄島。ここはちょっと気持ち悪くないですか。なんだか薄気味悪い場所だな。うん、例えるなら巨神の体内といったところか。どうしたシルク。あ、いえ、なんだか。あ、仕事お疲れ様。巨神が本当に死んでいるとは思えなくて。やめてよ、うん、生きてるとかどっちも。おいおい、冗談だろ。生きて動き出したら大変なことになるじゃねえか。そうやで。なあ、早く行こうぜ。うん。え、フラグ立てないで。フラグ立てないでよ。あ、鬼神兵だ。あ、なんだ。え、作ってる。え、これも喋れるやつらかな。あ、え、人が入ってる。人が入ってる。え、これ顔つけ。フェイスネメシ。舞台はこれで完成した。あとは魂の転送さえ成功すれば。魂の転送。え、じゃあ全部なの。喋ってたやつもさ、人入ってるってこと。フェイスの走行を妖怪できる存在など、まさか。バネア様、エギル様がお呼びです。わかりました。このフェイスの調整が終わり次第伺うと伝えてください。了解しました。これで私のすべきことは全て終わりました。すべきことって何。あなたなら鬼神界。いいえ、
この世界全体に新しい時代をもたらしてくれるはず。新しい時代？メイナス様。メイナス。この機械がメイナスってこと？